チュリモフゲラシメンコ彗星は、1969年に、クリム・チュリモフとスベトラナ・ゲラシメンコが発見した、周期6.57年の周期彗星である。2014年に、ヨーロッパ宇宙機関の探査機ロゼッタが、周回軌道に到達、着陸機フィライによる、世界初の彗星着陸が行われた。百六十九年、ソビエト連邦のアルマータでの彗星サーベイに、 参加するため、ソ連のキエフのキエフ大学から、天文学者たちが、アルマータ天体物理研究所に集まっていた。9月11日に、アルマータ天体物理研究所のスベトラナ・ゲラシメンコが、コマス・空彗水星を撮影し、その写真を調べたキエフ大学のクリム・チュリモフは、写真看板の端近くに、水星のような像を見つけた。チュリモフはそれを、 コマスソラ水星だと思い込んだが、キエフに戻った後、甲板全体を詳細に調べてみた。翌月の10月22日、その天体はコマスソラ水星の予想位置から1.8度も離れていたことが分かり、別の天体の可能性が高くなった。甲板をもっとよく調べると、予想通りの位置にコマスソラ水星が、 かすかに映っていたので、最初に見つけた天体は新水星であることが明らかになった。ロゼッタが撮影したチュリュモフ・ゲラシメンコ水星チュリュモフ・ゲラシメンコ水星は、二つの水星がゆっくりとぶつかってそのまま結合したような二重の構造を持つアヒルのおもちゃのような奇妙な形状をしている。核の大きさは、 小さな側が 2.5x2.5x2.0km、大きな側が 4.1x3.2x1.3km、角全体の質量は 1013kg で、約12.4時間に1回の周期で自転している。表面の地形としては、底が平らなクレーターや点在する。 大きな岩などが確認されており、崖崩れなどにより水の氷が露出したとみられる明るい部分も発見されている。また、側面が切り立った穴が多数発見されており、中には直径220メートル、深さ185メートルにも上る大きなものも存在している。2015年7月現在、穴の形成過程は解明されていないが、水星の内部に空洞が存在しており、 表面が崩れ落ち形成されたという推測がなされている。空洞が存在する理由については諸説あるが、この彗星がもともと小さな破片同士が合体して形成されたためではないかといった説が示されている。チュリモフゲラシメンコ彗星の軌道は一定していない。かつてこの彗星は近日点距離が 4.0au の太陽から遠い軌道を回っていて、 全く観測できなかった。1840年、この水星は木星へ接近し、近日点距離は 3.0au まで縮んだ。1959年に、また木星に接近し、近日点距離が 1.28au になり、現在に至っている。着陸するフィラエ・チュリモフ・ゲラシメンコ水星は2004年に、打ち上げられたヨーロッパ宇宙機関の探査機ローゼッタの、 ターゲットとして選定された。ロゼッタの探査の準備として、2003年3月には、ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した水星の写真が、詳しく分析され、核の全集算 D モデルが作られ、様々な角度からの CG が描かれた。2014年7月14日には、ロゼッタが1万4 0 0 0トルの地点から撮影した写真が公開された。観測により、 水星が二つの水星がゆっくりとぶつかってそのまま結合したような奇妙な形状であることが分かった。また20分間隔で撮影した画像を組み合わせて動画にし、時点の様子もわかるようになった。ロゼッタはその後、打ち上げから実に10年後となる2014年8月6日、水星の周回軌道への投入を達成した。ロゼッタによる観測では、 詳細な地表写真などが撮影されるとともに、着陸機フィライによる世界初の水星難着陸が試みられた。同期は2014年11月12日15時35分、水星表面への着陸に成功した。チュリモフゲラシメンコ水星の物理的特徴については、水星表面下に生存する微生物の活動に由来するものだとの仮説が提唱されている。 ロゼッタの観測では複雑な有機物質が発見されているが、この説ではそれらを生物由来と推測しており、微生物の活動によって地下に高圧ガスを含んだ空洞が形成され、これが割れることで有機物質が表面に供給されているとしている。水星が太陽に近づくにつれ、表面の氷は溶け雪のような状態となるため、この微生物は液体の水を用いている。 可能性がある。AB ロゼッタスプスクラフトアプローチングトゥーフォールドコメット。NASA http www.nasha.gov jpl ロゼッタコメットマイナ 67p チュアモブゲラシメンコマイナ2014717インデックス html 2014年7月21日閲覧エミリーボールドウィンメジャリングコメッツ 67p CG, エサ ,2014 年11月13日閲覧。AB, 彗星に、地球外、生命存在の可能性。A 天文学者チーム。アフプブ、2015年7月12日閲覧。チュリモフゲラシメンコ彗星の表面に、水の氷。アストロアーツ、2015年7月12日閲覧。チュリモフ彗星の謎の穴、正体を究明。 ナショナルジオグラフィック2015年7月12日閲覧ありがとうございます。